せーの小座放送協会すいません音楽を合わせる時間がなく <laughs> 音楽全く関係ないものを流しましまた <laughs> はいこの番組は、はい、小座高校の放送部が何かと戦う <laughs> ふんわりした番組です。1> <laughs> はい、と1時から2時までお付き合いください。 はい、しお願いしますそして今日1月16日は自己紹介をしなさいよえー、これからでよくない自己紹介からがいい <laughs>、うん、じゃあ自己紹介からしよう <laughs>、うん、はいじゃあ今日は女子会となっております <laughs> はい。珍しい三人組っていう <laughs>、うん、なんかないよね今までにこの三人で放送やったことってそうだね、うん、多分これは美羽が鈴川美羽の 立場が鈴鹿になってるかなってないかだけだと思う。そうそうそう。<laughs> うん、ねはいじゃあ MC からはいどうぞ MC はい今回ミキサを担当することになりました小座高校2年ゆきですはいあそうはいうんまあ何でもない何でも大丈 <laughs> はいはいえー、っと小座高校2年放送部宮波裕ですよろしくお願いします久々に。 てか、年明け初めて来ました明けましておめでとうございますいいはいはいえっ、ー、とおなんか急に音楽が流れた、うん、ごめんね間違えたよえ同じく小座高校放送部2年伊礼直ですえっ、ー、と最近前髪切りましただよね <laughs> パッツンなと、ね、友達だよ <laughs> <laughs> この放送部ねパッツン率高いよねそうゆきもパッツンだよ <laughs> まあ今日はあれだね特進組がもしでいないということで 人でやりますよみんなもし頑張ってるからね怖いねでまあはい1月16日本日は禁酒の日だそうですねお酒ダメの日アメリカで禁酒法が実施された日って禁酒法ってさ何お酒飲んじゃダメっていうことじゃんでさあのこれは何未成年が飲んじゃダメだよとかの日なの うーん決まった日なのんなんだろうね、これアメリカって書いてあるんだよね。アメリカで行われて、でも、健康へ悪影響を及ぼす密造酒の横領や、うん、ギャングの出現の引き,が引き金になった。結果的にそんない,いいやつではないっぽい。ギャングってあれ、あ<ー>何カラーギャングとかそういう系なギャング。で、関係ないけど、ちょっと嬉しいのが、うん、晴れの得意日。うん 晴れる確率の高い日って確かに今日沖縄晴れてるね。そうしかも昨日までめっちゃ寒かったのに、なんで今日こんなに暑いんだなってくらい暑くなったね。太陽が出てきましたね。まあこれぐらいかな。あんまりないかな。特にないんですよね今日は。昨日がイチゴの日だった？うんイチゴの日だったね。ローソンでなんかイチゴの日のフェア的なのをやっていたと思うんだけど。十五日だからね。そうそう。しかもね今ローソンで思ったんだけどね。 ローソンなんで1月のこんな時期からもうバレンタインフェアを始めるんだろうっていう <laughs> やってたんね結構なんかデパートとかでもやってるよねっ早いよね,ね毎回毎回思うけどさ<早い> <laughs>、うん、ハロウィンやってる時期にさクリスマスの <laughs> 何クリスマスのグッズを発売したりとか <laughs>、ね、もうそうだねわけのわかんないなって思うぐらい,いりくでも,もう14日もう切ったよ今日16日だからあと1か月で思う そうだねバレンタインデー準備しないとバレンタインデー準備って皆さん皆さんおお誰かにあげたりするやっぱりいとしのゆきーにあげるからありがとう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 待ってるよ正直ここにいるメンバーってねうんうんんかねあれだよね恋人に縁がないようなメンバーだよねうん ねまあ、そんな話をしつつ実は今日は本音トーク女子の本音トーク的なのを後半くらいにやります、うんはい、でこの女子の,との本音トークに入る前に木ナミユさんから何か報告があるそうで、はい、えっとですね先週先週そうですね先週,先,週先週9月9、ね、月 9日10日11日にとです、ね、私と小初勘太んで、うん、東京の方に行ってまいりました<ー>しかも自費ではなくちょっと招待されたので行ったって感じなんですけど、うん、と今グッジョブでグッジョブという組織があるんですけど沖縄市グッジョブ連携協議会のこの下の方に属する高校生なんだっけな 忘れちゃった高校生プロジェクトっていうのがあって、うん、それでそれでなんだっけ高校生ビジネスプランんビジネスプラングランプリに取り組んでたんだけど、うん、なんかまさか自分たちなんが2333件中ベスト20に入ったんで、うん、この、まあ、セミファイナリストだけど招待してもらったんですよ。この ファイナリストになると、東京大学の方で、プレゼンテーションがあって、1位を決めるっていうのがあって、それにミタジは、なんか、傍観者みたいな感じで招待されたんですけど、すごいね、やっぱ、なんだろう、スティーブ・ジョブズみたいな人がいた。スティーブ・ジョブズ、なんか、こう、身振り手振りでこういうね、すごい。行ってたんね。うん、なんかそういう人がいたっていうのは聞いた。 しかもかっこよかった。そうな、ね、の。イケメンさんだったいいじゃないかい、うん、かっこよかったね。で、まあ見に行って交流会あって、うん、ってな感じで高校生ってやっぱすごいなっていうのを改めてこの東京に行って思いましたね。なんだろう。ほうほうすごい。 もううさ、起業家だったよみんな、うん、<laughs> そうなそのすごい高校生で起業家ってすごいね講演会がその後に講師の先生の話を聞くやつがあって、うん、このこう大学3年生では1億を稼いでたっていう、うん、い人のお話聞いて、うんうん、恐ろしいと思いながら、うん、すごかったしかも質問コーナーの時にこの人に対しての。 何会社を建てるに至って資金はいくら作りましたか、うん、とか、うん、なんか起業するにあたってみたいな、うん、うわすごいと思って高校生から起業かと思うと本当とにすごいですねあ<お>あ中野町の野一樹さん教室に木材を使用するプランが優勝した大会あそうですねこのそうこれなんかさ、うん、シックススクール症候群だったかなシックス,スクール なんだってかな、りとかでこのストレスとか感じたりあんまり学校に行けないとか、うん、そういうのがあるらしくてみ、うん、もあんまり知らない症候群なんだけど、うん、なんかその人が提案したのは、うん、杉の木でなんか教室を作って何、うん<なに> <laughs> 次の木にはなんかすごい効果があるっていうのをお話ししてたんだけどおすご色覚えなんだけど <laughs> <laughs> でもなんかそれでシックススクールん症候群を解消できるみたいなプランをこの男の人が一人で出してて一人だったの,東京のどこの効果だせい請,請求だったかな忘れちゃったけど、うん、そうこのグラプラン一人で出してグランプリ取ってたすごいねグループとかじゃないんだ、うん、グループそう なんかグループでも OK だし個人でも OK で自分たちはグループであって、うん、でも基本がグループででもこの人は一人だけ一人だったそれで一人で<す>グランプリを取った,取っちゃったんだすごいな<う>20万円だった <laughs> ちょっとお金になっちゃうけど、うん、まあこれはもう私たちが多分グッジョブ1期生なので2期生の後輩にちょっとファイナリストになってもらって、うん、来年を目指したいです。でまあなんか そ,そうねそ,うそれ関連で、うん、ちょっとずっと話すんですけど、うん、来週の23日と24日に、うんはい、県総合運動公園でうん、うん、と産業祭り第39回産業まつりがあるんですけど、うん、とそっちのサブアリーナの方で、でそもそも産業まつりの話しようか、うん、広げよう未来へつなぐ沖縄市ブランドそれいいね街に輝く特産品。で 沖縄市産業まつりは毎年農産物、海産物、工芸品、琉球楽器、焼き物、泡盛などさまざまな産品が出品され大勢の人でにぎわいます。音楽、民謡ライブ、エイサー演舞、ものづくり体験コーナー、モーターん、モーター自動車の展示などもあるので家族連れでも楽しめるイベントっていうのに行っ、えー、たことある そもそも産業祭りはね嘘白波湯と近所鈴鹿が行ったっていうのはよく見るんだけど <laughs>、うん、楽しかった <laughs> なんかね自分ではなんかこの,この日になるとね忘れてるの産業祭りだっていうことを忘れてて<ん> <laughs> うっそすっかりどっこい忘れてて毎度毎度寝ておりますね <laughs> すごい楽しいよあれなんか300円くらいでオリジナルネックレスとかいろ、うん、んなものガラスで作るんだけど、うん、とか去年やってたでまあそこで スタートアップチャンプルっていうのがありまして、うん、なんか、これが沖縄を日本のシリコンバレーに、を合言葉でや,、うん、やってきたスタートアップチャンプル、うん、今回は沖縄市産業祭りとコラボレート。で、開催日時1月23日土曜日、2時から5時。で、うん、これが場所が県後、県総合ん運動公園サブアリーナ、入場無料で、うん、なんか、ね、すごい。 パネルディスカッションとかに出る人がなんか取締役社長とかすごいお偉いさんバックがあるパネルディスカッションとかがあって、うん、でと自分たちのグッチョブの高校生が出るのが、うん、とどこかなパネルディスカッション2の方に入ってて i t ける教育でどう地域が変わるのかっていうのをとうちのグッチョ,ョブの中里さんっていう人が 多分聞いたことはあると思うんだけど、うん、ま長澤さんと高校生代表でと未来効果の伊原恵美っていう副会長がいるんだけどほうほうその子がと代表でパネルディスカッションしますで多分この何だっけえっと「高校生プロジェクト」のプレゼンとかもあると思うんで是非、うん、来てください、うん、はい、はい、以上宣伝でしたはい、はい、以上、はい、宣伝「急なミュみの宣伝が終わったことですし別の <laughs> っていうか、<laughs> うん、CM に入りましょう。はまあ、うではでは CM です。あのストップでした。辛い。は疲れる。<laughs> お AKB ファンさん。そうね、さっきから。ゆきゆきこゆきこんにちゆき。<laughs> <laughs> はいはい。ゆきボケって何してんねんって。ボケって何してんだろうね。<laughs> ミキサーを任されてるよて。<laughs> はあ。 喉が痛いぜもうもう今ね頭が思考回路がね働いてないのよ。ねえもう全くねえ。<laughs> 何キャラだよお前はい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 皆様皆様後半は女子の骨トークにございまする。 大のあいいよ。お前は話題をお聞かせした,たい。ちょっと調べてみてさ。さっさ。さっさ。あ、1個2個でいいんだったらいいよ。いいようん。じゃあ、1個2個でいいんじゃねじゃあ、紙ポイントがたまったら何やりますかあれ何も見つか私は。なんか、微笑ましい話。い,話 <laughs> い,話いいよ。<laughs> あー待って自分で言って思いつかないんだけど。赤ちゃんって。<laughs> おはよしーって。何が、うん、ある？あーあまま待って他の他のにしよう。何か何かなんかな,な丸々な話にしよう。いいよ。何か。何がある？ああと二十秒。そうですね。二十、ね、秒ですよえ。 はいはいはいははいい後半始まりました後半でもねえなめちゃくちゃ前半なんだけどはい CM 明けですお聴きくださいはいで次は早口言葉久々久々でもないんだよな実は前回私津波近所鈴鹿でやってるんですね早口言葉新年早々早口言葉ということではいやったんですけど まあとんでもないものを出されまして私1人かみましたああ、とんでもないもの新春なんか新春歌手そうああね。あれ超言えなくてもうダメだったさあ今日は3人でやりますよ3人でやりますよまあ1つ目はもうこれみんなが多分みんながっていうか割とみんたち話題にしてるアブリカルビ あぶりカルビ。10回は絶対言えないっていうやつだけど、まぁ、あ、10回はちょっと海も辛いから、うん、何回する回 5? ?5 回 <3? S 2> <3? S 1> ?5 回 ?5 回三？3 5 3どっちどっちがいいじゃあ3にしよう。3回。はい。いいあぶりカルビを3回。あぶりカルビ。はい。はい。で、紙ポイントがたまった人には、これが、この、 この早口言葉が終わったら罰ゲームをやってもらいます新年の抱負とか言う罰ゲームで言うのかって言われて罰ゲームなのか分かんない幸せな罰ゲームということでそう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 過激派がいないからそう過激派いないねじゃあ幸せの保本だからこの場はちょっと何言ってるか分かんないけどじゃあ抱負ね誰からやりましょうかどっちでもいいよじゃあ私からやりますカルビ っていうのを3回言うよね。はい。まだやってませんよ。3回3回。はい。じゃあやります。はい。あぶりカルビあぶりカブリあブりカブリになる。ダメだ。難しいよね。うん。こんじゃった。はい。え、言います。アブりカルビアブりカルビあぶりカルビうーん。今のはちょっと甘い。0.5。だ。はい。なお。はい。あぶりカルビあぶりカルビあぶりカルビおー。え、これ <laughs> さすがだよよかった言えた言えたで次はもうこれは最近みーたちもまた言い出してるあのブラジル人のミラクルビラ配り待ってそれ何 <laughs> ブラジル人のミラクルビラクラ <laughs> <laughs> ブラジル人のミラクルビラ配りおブラジル人の一回一回これ一回にしよう <laughs> うん これ、一回。慣れたら言える。慣れたら。うっせぇ、こいつ慣れてやがれ。じゃあ、行きます。ブラジル人のミラクル・ビラクラブ。あれ今のちょっと遅かったんじゃないうん、いいよ。もう噛んだから。はい。もう噛んだからいきます。 はい。ブラジル人のミラクルビラ配り、イえークソ野郎、こいつこいつマジでクソ野郎だ。ユキーアなってツイキャスで言われてますよ。もう知ってますよ。なお。ブラジル人のミラクルビラ配り。おうまいえてる今日はもうユキですね。はい。お、なんか拍手になれた。あ、やったね。オッケーって。じゃあ。はい。なんか、勝率的、ポイント的には、ユキに、急な、 0.5なお0なのでユッキーさん何する抱負しゃべる抱負新年の抱負ですかいんか隠してるけど隠してるけど隠してるみたいなやぼ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 でもないけど隠してるっていうかなんか結構誰にも言ってなかったことなんですけども私なんか進学先をだいぶなんかうん 変えようかなと思ってましてあるの、はい、なんか今まではずっと編集者になるかとか何とか言ってたんですけど、うんうん、なんかできるものならばできるものならばなんかナレーション関連の仕事がしたいなと思いましてそう野望が一気に変わったの。 はもう放送が楽しすぎてこの頃もう楽しすぎて楽しすぎて <laughs>、うん、ナレーションとかのお仕事してみたいなっていうのがこの頃の私のファンシーのそうファンシーのそれとそう <laughs> あとまた一つ出てきたのが洋服関連とかのお仕事がしたいなっていうのが出てきてるブラジオ聞いてる人にはあんまり伝わらないんですけどユッキー割とラジオに来るときの価格好がね、うん、すごいファンシーで話題なの、うん、なえー、だって中世ヨーロッパ系 <laughs> 中世ヨーロッパ系女子。<laughs> なんかこの,上,の上着っていうかシャツシャツがひラひラ,、うんね、ラ,ラしてる。 スカートは紫ピンク紫っぽいそうなんかねひらひらふわふわしたものが好きなのでもロックなのも好きだよだよねなんか私服の差がすごいたまにヒョウ柄つけてる時があってあれって思ってあ HTK って HKT ではなくまあでなんかねゆきの ユキ買っっててるお店何となくこの近くにお店が、まあ大きいライカムっていうところがあるんですけどっあっちのねひらひらしてるところそうそうそうかわいいあれ見に行ったね、うん、そう私結構ロリータ風の服とかめちゃくちゃ好きで、うん、似合うからね、うん、そういうのを買いに行くんですねつ作りたい<ー>そうこの頃 じゃ、あまず小物から始めようかと思いまして。今、あのミニハットとか、カチューシャを作ろうと思って。今素材集め中に奮闘でございます。素材集めに奮闘しております。ですいつかなんか売り出しそうだね。ユッキーブランド。で、初めに急なに誕生日プレゼントあげるね。お、よっと。いやいやいや。なおにも。はい。てなわけで、ユッキーの野望でした。野望でした。まあね。 そうだよね今年受験っていうかもうそろそろ進路を確定しなきゃいけないから将来がかかっている受験にございますよ皆様方一生かかってるからねね大変だはい。ってことで女子の本音トークと行きましょうぬるっとコーナーが変わりました今そうぬるっと変わるよなんか女子の本音ってな何もう本当にこの流れがわからないそうなんかね昨日の 昨日じゃねえよ先週のラジオ終わりにですね、うんえっと、先週のラジオは私とツハと鈴鹿が来てたんですけど、ねうん、この3人でいるときに来週は今週ね、うん、今のラジオね、うん、は、うん、特進組が来れませんっていう話になりまして特進組が今もしやってるんですね。 うん、センター試験の日にやっておるんですね、うん、そ,それで特進組が来れねえってなってしたら「うちの放送部の男子というのは特進組しかおらんのですね <laughs>、はい、頭いいからね <laughs> そう,そうなんだかんでいて彼らはちょっとバカそうに見えんけど頭がいいからね頭の回転がとても早い方々が一気に抜けましてだったうん <laughs> <laughs> はいもうなんかちょっとでもね半分彼らもね そう彼らも半分女子だからもう意味がなないんんだけども <laughs> <laughs> なんかもかう割と女子同士で話してても彼らは普通にいるから気にせずやってるよね話とかそうなんか女子が恋話しててですね、うん、その場に小初カンタが自然にいたっていうびっくり事実があったりとか <laughs> あーでもなんか<う>カンタ君はあれじゃないこのなんだろうそこまで仲良くないクラスメートの女子よりは近い 男子な感じがするるそれはあ部活が一緒だからっていうのもあるかもしれないけど普通ありえないと思うこんなにクラス違くて部活が一緒なだけであってまあ生徒会も一緒だけどこんなにねんかあんな馴染んでくる人いないよね女子にすごい何でね。またいたけどはい女子の本音トークめっちゃ戻すけど女子の本音トークっていうことで。 日頃思っていることを嫌がれってやってるんですよ。嫌、はい、<laughs> がれ、はい、ざっくりしてる。最後すげえ、<う>すっごいざっくりしてるよ。そうすっげえざっくりしてんの今日の内容な。うん、ね、昨日話したことですが、うん、なんか昨日じゃねえよ。うんまあ昨日も話してたけど <laughs> 話したことですが、うん、なんか女子が男子のことをどう思ってるかみたいな、うんうん、私の思う男子像っていうのを話せばみたいな流れになりまして。<laughs> 理想の男子像現実のの男男子子像像理想と、でも現実の男子はこうだよなっていうのを。はいはい。でもこれかわいそう。いないけどかわいそうだね、ちょっと。っていうのをやれっていうこと知をやったい。なるほど。なるほど。え、ユッキーからいってよ。ユッキーですか。わからないよ、私は。流れがまだ。私の理想の男子像からうん。 理想の男子像はねなんか気の合う人なんだよ。ああ、趣味か。めちゃくちゃ気の合う人なの。分かる気の合って人の趣味を否定しない人なの。ああ、いいね。ほんといるわ。結構大事なことだよ気が大事だけどさ、ざっくりすぎ も具体的なことから言えば女の人が言うなんか好きな人、誰ですなんかどういう人がタイプですかって優しい人みたいな感じぐらいにはざっくりで終わりんとね筋肉ある人がいいえっああそうなんかでもゴリラじゃないよゴリラじゃないよほどほどにってことゴリラじゃないよどこぐらいボディービルダーうんのあれはゴリラちょっとたは失礼だよ あの柔道家もゴリラじゃないですか正直言って正直言ってあれまではいらないのいらないそんなに筋肉はいらないの水泳選手ぐらい水泳選手とんでもねえよあれでも綺麗な綺麗な筋肉のつき方はものすごく好きなのどれぐらいなの細マッチョ細マッチョ細マッチョうん細マッチョとゴリラの間みたいなごついけどそこまでんか何 私筋肉詳しくないなんか引っ越し屋さんのやつそうそんくらいでいい佐川男子みたいなの佐川男子ぐらいでいいや佐川急便の男の人を男子ってそうあれムキムキじゃなくってそうムキムキはムキムキはね見てる分にもいいんだけどね関わるとちょっと暑苦しいかなって暑苦しいえなんだっけあなんだっけマッチョカフェみたいなあったよねなんかさオムライスオムライスだったかな何だったかな忘れちゃったけどなんか 筋肉を見せながら、あ、ンみーは筋肉がちょっとだめだからだめっていうか本当にムキムキはちょっと見れないから私は無理ムキムキっていうかうん別にどうでもいいんだけど程よい筋肉のついてる人が好きっていううんまあ分かる髪型とかは髪型はねハゲじゃなきゃいいかな ざっくりハゲじゃなく、あれがいや、似合わないロン毛がものすごく嫌い。似合うロン毛はいいんだけど、似合わないロン毛はすごく嫌い。なんか、あのめっちゃさ、整えてるロン毛ならいいの。整えてて、なんかっこいいロン毛ってあるじゃん。なんか、イドさんと。おしゃれロン毛はいいの。おしゃれロン毛はいいんだけど、あの。 あの、モサッとしたロン毛が苦手ですね、私は。もさっとなんか、前髪。前髪。前髪がなんか。目が隠れててみたいな。顔がはっきりしないロン毛が苦手だな。なるほどね。うん、よく。外見、外見、外見上のことになってるね。うん。内面上は。私の趣味を。 否定すやつは消えてくれというそこまでかそうユキそういう人なのユキの趣味否定するやつはいらないっていうか思考回路してるから危ないよ兄たち消されそうよだから割れる分にはいいんだけどはお前何そんななのの好きはみたいなやつがすごく嫌いうん何 人がいうそうそうだから私に関しては乙女ゲーム許してくれる旦那さんがいいな <laughs> ああ<ら>うん、うん、<laughs> いいと思ういいんじゃないかな、うん、<laughs> やっぱね家庭ってあるから人によって変わるからまあユキはそんな感じ現実はそうそうそう現実は <laughs> 現実はねんかね,なんかねごめんねユキが今まで見た男子ってね猿みたいなのわ <laughs>、うん、かるなんか <laughs> なんかさ、うん、言葉を変換したらウキキキキってなりそうな <laughs> 変換したらいうの、ん、は <まあ S 1> 動物園 <laughs> そう動物園みたいな人が多くて、うん、今からじゃないの落ち着いてくるのってそう,だよそうなのかなってきてんかすごい動物園みたいだなって思うから苦手で、うん、男子男子苦手っていうか、うん、なんかね話しにくいよね、うん、もしかしたら同世代だけじゃないそう思ったりするの先輩とか もっとと年上かだ落ち着いてる人とかノリのいい人は好きだけど意味もなく騒ぐ人は嫌い意味もなく確かにんかあのわかる授業で集中したい時に横で「へえ俺何とかだぜ何とかかんとか」って言ってるやつが分てたら小学生かって突っ込みたくなるぐらいな人はいるよね高校生でもね高校生でもびっくりするよねなんか これは常識だろうここで騒いじゃいけないだろうみたいな感じのところで騒ぐ人がいるからユっキーのささっきの言ってた理想の人ってさ付き合うのやつ結婚のやつ付き合うじゃん付き合う付き合うからうき合うユキ結婚願望ない人だもんえないのない全然ない一切ないああまあ今のうち今だけで今はない今は全然ないなそういうのはそうか そう幸せになりたい清なみゆと違って私結婚願望ないの <laughs> いや結婚が幸せってことではないと思う <laughs>、うんはい、幸せになりたい清なみゆはどんな人が理想ですかいい <laughs> ああ美はまずまあ正直正直なんかあのさ、うん、何無言でも辛くない人、うん、いつも言ってるけど<ー>なんだろう、ね、このさお家でさ、うん ソファーに座ってます、テレビ見てます黙ってます辛いっていうのは本当に怖いっていうか絶対それはそもそも人間が合ってないけどそうだねなんだろう落ち着けたらいいやリラックスできるリラックス本音で話せる人が一番いいよねそうねあと落ち着いてる人がいいこのゆっきーの言ってたように同年代の人今ちょっとねね、同年代でも落ち着いてる人は落ち着いてるんだよね そう放送部の男子は割と落ち着いてる方だという気は思ってる。だから関わりやすいのかもしれない。そうだね。んなんか周りにいる、なんか本当になんかクラスメイトとかじゃなくて、なんか喋る範囲にいる男子って、うん、結構周りより落ち着いてる。そうだね。 たんか恋愛ではないけど友達としてすごいお友達男子はとても素敵だと思ってるそうなんかだってさ友達りみたいなだってさあれだよんか人の話を黙って聞けるって素晴らしくないとても素晴らしいなって思うのクラスにいて話しててそれで。 なんか他のところ行くじゃん話すじゃん、うん、ああこの人話聞いてくれるとても素晴らしい人だと思ってしまう、うん、やっぱなんか学校でも落ち着いてる男子は、うん、やっぱなんか多少引いき目で見てるユッキーもそうかもなんかあこの人はすごいあいい人だなって最初に思う落ち着いてたら、うん、だからとりあえず落ち着いてる人かな私は、うん、落ち着いてる人で、まあ、ユっキーも言ってたようになんかアイドルを追いかけていても なんか言わない人がいい <laughs> 将来まかよみたいな感じに言われたらちょっとアイドル君はアイドルを応援していいから私もアイドルを応援するみたいなそう、うん、それでいいと思うん<が><き>いいなやっぱり一番はうんお互い理解し合えないとまず結婚にも至らないしやっぱ幸せになりたい急な三重ですかいやー私は多分あれあのなんか付き「付き合うを軽く見たくない」なんか「<ー>ここね<ー> <laughs> このさみ付き合ったらみゆ、えー、結婚直列だと思ってる頭カチカチ人間だから直列 <laughs> そうだから鈴川とかに聞いてもなんか「うん、え付き合うと結婚は違うよ」とか言われたから前「うん、お前彼氏持ちじゃん」と思いながら、うん、思ってるどう思うこのみゆの質問この女子の本音で言って結婚と付き合う直列か私は違うな,なあ <laughs> 自分は年によるなんかまだ若いと付き合うまでだけどもうなんかもう20代ぐらいからはもう付き合うイコール結婚までいく20代後半もやばいよねもうやばいもうかもう見つけないとって感じなんかね結婚ってね意味が結城分かってないのそんなに我慢わかるなんか結婚しなくても結婚しても一緒に住んじゃ一緒じゃんみたいなあ 分っていう考えの人だから席が一緒じゃないとちょっとなんか悲しいみたいに思うかもしれないそうなの指輪はいらんけど、うん、席はさすがに一緒がいいユキ、うん、指輪なくしそうだからいらねえな <laughs> いらね <laughs> えならアクセサリーですだかでもなんだろうね、うん、分からんわ、うん、分,からない分からんみんはとりあえず幸せになりたいだけどうん <laughs> 幸せになりたいとりあえず幸せになりたい人だよね、うん、自分の理想は、んまずなんか計画的な人っていうか,なんか、例えばお金とか持ってたら、あのすぐなんか欲しいものはって買うよりは、これからなんか家とかも買ってとか,、うん、なんか、とりあえず順序立てて考えながらあ、これは必要だから買おうかなみたいな。 それ以下もユキめっちゃ無計画人間だからそのユキの無計画人間を止めてくれる人がいいなそう自分のそっパーになってくれる人がいいなすっごい無計画人間だから人間性じゃないそれは人間性かなうん分かんないわうん計画性あとはやっぱりちょっと清潔感は欲しいよねんかまあ自分の身だしなみとか少し気にしてくれたらいいなって 周りからどう見られてるか気にしすぎもあれだけどまあある程度把握してほしいなみたいなやばい気にしないあれもしかして勇気だなあれ気にしないやばいぞ気にしないぞまあんかまあある程度空気読める感じで気遣いとかできる人なんか細かいことでパって気づいてそうだね気合いは無理だよねなかったら無理じゃん親への挨拶 娘さんくださいとかもう絶対無理じゃんもうんかもう玄関でダメみたいな常識なかったら大変だよねそうだね大変ねなんか英語の授業であったよねこの英語の単元で見た恋愛のやつ人はなぜ恋をするのかみたいなそうそうちょっとんかタイトルかっこいいなと思いながらなんだっけ DNA だっけそう人はんか匂いで選んでるみたいな 自分と異なる遺伝子の人と選ぶみたいんかあれもあるらしいねなんか父親を選ばないためみたいなのもあるみたいなあ何か同じような遺伝子を作るってちょっとなんか免疫が弱くなっちゃうらしいねだから多分お父さんの匂い嫌って言ってる娘さんとかは多分もうそれだと思う彼氏くせえ自信くせえって言ってるやつはそうだよキャスで はい。カッパ、カッパ小坊主のカッパさんこんにちは、お仕事前にもちらっとこんにちはーもうまったりだらだらトークですよそうね、そして今日は一段と私の口調が荒い日にございますなぜかしらいやー本音だから本音だから本音を話そう一回 CM 挟みますかはい、ではではなおまで理想の男性像を言ったところで CM を挟みたいと思います 女性から見た男性…<う>あ、女性、言う女性か。ら見た女性、ゆうか。ゆうか <laughs> 本音でしょ。<laughs> まあ、あんまり言いすぎるのはよくないよ。うん、はい、私はなんで荒いんでしょう。朝5時起き。<laughs> そう、なんでか知らないけどね、今日朝う、朝5時半くらいに起きて、なんか、それからずっと寝れずに、今までいますね。何か荒いんだと思う、眠いな、眠いなとは思うが、寝れない。 私絡み合ってる<ん>ユッキーなんでもないね <laughs> ユッキーはなんか基本これが素だよねそうだね結構ね朝こんな感じじゃん <laughs> <laughs> <あ>朝お一つしてさおおおはようとか言ったら なんかまりに謎のビンタされるもん謎のビンタ <laughs> そんな <laughs> するよねするねゆきねなんかね、まあ、知らないけどねおはようゆきフォームなんかふ <laughs> れあいを求めてるのふれあいを求めてるの<ー>抱きつく時もあるしビンタする時もあるし <laughs> ホーム2ってやる時もあるし <laughs> ふれあいちょっとゆっきのふれあい突進してく時もあるよなんかもう怖くないどうするなんかさこいつ結婚してさあ、おはようってなんか旦那さんおはようって言ってさあ、おはようぱーっやばいよやるかもゆっやるよ絶対それを理解してえっとあと三十秒夢の人と結婚するいあ、照れんなよって 照れてないっすなんなんでだろうねなんか上がりそうだったのにやんかアレルギーとかアレルギー,な,ルギーな,なんか <laughs> テンション上がったら顔が赤くないあ<ー>雪熱くなるけど赤くはならないんだよねかかめっちゃ赤くなる地黒だから気づかないのかもしれない白いから <laughs> あと10秒 <laughs> はいはい,い引き続き 2>, 2時までお付き合いお願いいたしますはい女子の方だった男子の、はい、男子像でしたが、うん、正直まだ遠すぎてわからないそうで <laughs> リスナーの皆さん男子の方も女子の方もいると思いますが皆さんはどう思いますかいどう思うんだろうねまあ、うん、ツイキャスでもメールでもいいのでっいのやってくだされば見れますので、うん、お願いします はい、じゃあ何する次の女子トークの次の話題はい次の話題は女子から見た女子像うん怖いよね一番怖いなと思いながら怖いやつだと思う結城さあでもなんか言うよね女子女子からするとブリックはすぐわかるみたいなあ確かにわかると思うけどけどさテレビとか見てたらさんか芸人さんとか見てたらさ ブリッコって分かっててて分かかも可愛いからいいらんだよみたいな騙されてもいいんだがドッキリでもすっごいデレデレしてるよねそうね多分分か,分からなくてもとりあえず嬉しいんじゃないも<う>分かっても嬉しいみたいなそれ自分のためにやってくれるから嬉しいみたいなことを言ってる人がいてうん,うんそうなのかって思って無理だと思った <laughs> 正直ブリッコはなんかいい、うん、外から見てる分にはいいけど関わると大変そうだなっていうのしかない ぶりっってどんなな感じんかあのさ小学校にいた典型的な子がいたんだけど男子の前では声のトーンがワンなんかオクターブ上がる上がるすごいなんか「あおはよう」みたいな女子の前では「あおはよう」みたいな「おと思って「マジか!」と思いながらは怯怯ええててたたキャラの変わりようが本当に怖くてまあんか後々聞いたらその男の子が好きだったから声が。 分かってたのか分かんないけど、うん、まあでも他の男子も一緒じゃなかったからみたいなことはあったそう <laughs> なるほどそうなんか過激な話するんで音楽ゆったりに変えていいなんか音楽くらいはゆったりしようみたいな <laughs> いいよ音楽入れる入れる大丈夫分かった分かる <laughs> ジブリですねすごい癒やし系だね <laughs> すっごいそうすっげえ癒やし系の話をする癒やし系の音楽を流すがこれからドカンという話題をやりますので <laughs> 正直あれなんですよこの3名で一番やばいのユッキーなんで、うん、そうなのうん、うん、初めて知った、うん、ストッパーはね頑張ろうね頑張る <laughs> そうなのユッキーがやばいのイエスそうなんだイエス<う>走り出したら止まらなさそう <laughs> あそれはある <laughs> なんかありそうじゃん走り出したら止まらないみたいな夕日に向かって突っ走れみたいなそうねそういうのがユッキーさんなんであそうなのゆき夕日に向かって走る系人間だったんだはいでは女子から見た女子像女子像理想の何理想のうん理想のでっか友達像みたいな友達像うん女性像女性像友達像だなもうもうみは今理想で割と 今割と理想、うん、今が割ともうね楽しいかな。うん、うん、雪も楽しいな女子してるのかっていう話をするとしてないなっていうのはあるんだ,、ね、んだけど、うん、今女子関係なく、うん、この今自分たちが遊んでる仲間っていうのはなんだろう男子もいるし女子もいるし男子となんでみーたちはサイクリングに行ったのかっていうのもあったし <laughs> そうなんですよねなんか変なグループに属してるっていうのかな。ううん、うんそ<う>なんかな わりと何でもかんでも男女一緒だよね。男女差がない、壁がない。ね。<laughs> うんだから、なんだろう、あと、気使わないでいいじゃん。うん、そうだね。使わないでいい友達だから、すごく割い。わりと男子いても下ネタ発するしね。それは違う。<laughs> それはミートないあれそれは知らない。<れ> <laughs> 初めて聞いた。<laughs> うん。それは多分、君と金城さん <laughs> <laughs> とひなたっていう女の子かな。 そっかユキたちかだから理想の友達って言ってもいや別に今がいいあんま女子、まあ、女子女子してる子もいるしうん、うん、してない子もいるし別にノリがよければいいやユキはねなんかこういう人と一緒にいたいなっていうのはさあれなんだよね喋れる人なんだよね <laughs> うんまあ <noise> <laughs> そうユキさ 人間と会話をするってことから始まるの。のそ,うそ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 う。<laughs> ユキ、あれなのなんか、ちょっと、あれなんですけど、私、人と喋れない人なんですね。人、うん。そう、人間と会話ができない人なので自分。<laughs> <laughs> 病人だよ、もうそれは病院にって。人間と会話ができない人だから、割、割となんか人間じゃないのが周りに多いじゃないまあ、わかんない。一応人間だと思って生きてる。うん。かな自分は。まあなんか、あれ、あれだね。なんか。何、ユッキーの理想の友達人間じゃない人違う。い違う。ごめん、間違えた。あの、話すのできる人だね。うん。 うん。何猿じゃない人気にしない人猿じゃなくて、うん、猿じゃない人がいい。うん。お友達。ゆっきーは、とりあえず人間。うん。とりあえず人間。なおは、理想で。理想、もういる、なんか中学校からの友達なんだけど、まあ、4、2、3人。4、2、3人。四2、3人。なんか、一人増えたり減ったりする。まあ、いるけど、すごい、なんか、 なんか何かあったら励ましてくれたり、うん、たま久しぶりに会ったら元気してるみたいな、うん、もうなんかもう出会っただけですごい幸せな気持ちになれる友達がいるのでいいね出会えててかっったと思ってます友達いたらさそのさらに次にさいい友達がいるから自分はとりあえず、うん そうだねゆきも中学校の頃に絶対今いる友達以上に仲いい友達はできないだろうと思ってたのそしたらなんか高校に上がったらなんか結構仲いい友達ができだしてそう,、ね、そうだねなか,なかなかないよ誕生日にコフキーもあげる友達って <laughs> <laughs> もう本当に根に持った <laughs> じゃがいももあげられたもんね、うん、普通の生の。 何もされてない目が生えてたあれはもう目が生えてて腹立った目が生えてるじゃがいもう3個くらいプレゼントされたんだっけそうねとりあえず私は現状維持まあこれよりいいこともあるでしょうからまあ今からは楽しみかな悪くはならないと思うなんだろうねもう理想の何かって何だろう何だしょうねそれですねあれですね じゃあ私の苦手な女子像といきましょう <laughs>、はい、苦手な人間像になっちゃうかもしれないけど大体、うん、予想できるうん <laughs> あの声のトーンがやけに高くてキーキー言う人は嫌いです <laughs> <laughs> 大丈夫だよな急なの声のトーンは好きマジでやったん、うん 今、自分のことかなとかおしされたあまさかのここで謎して目の前にいるのにちょっと隠されて声のトーンが高い人かなみたいな声のトーンが高くてあの、分かる何真横にいるにもかかわらずキャッて叫んだりする人なんかもう分かってそうだね 超苦手で、うん、自分なんか教室に普通にいたりしても、うん、頭痛かったりとかする時があるのねひび、うん、持ちさんそう <laughs> 雨の日とかものすごくなんか頭が痛かったりするから、うん、それを横でやられて保健室行くってことが多々ありますね <laughs> それが原因だった、ね、大変だよねそう ち香水服女子が嫌いですあそれだいるよねそうそれとた私が大抵保健室に行く原因は頭が痛い時に香水を横でやられ、えー、あのキーキーした声で叫ばれて私は保健室に行くんですね顔がやばいもんね <laughs> 死んでるよね、うん、死んでる <laughs> なんかわかるかもあのみゆも香水が苦手うん,うなんかしかも男女問わず、うん、あれじゃない 一回シュてててややっっるくららいいいなまだよ手首につきって首周りにつけるみたいな感じで暗いならまだ許すシュッシュッシュッて何回やるんだよって思うやつらがいるから香水って何だろうと思ってファブリーズかなと思って美人さんがさ美人さんがふわって横通ってあいい匂いするみたいな匂いじゃないじゃんそうんか強烈なやつは好きじゃん臭いってなるあれだよねなんか 何臭い人って本当にその場にいてその人が立ち去ってその後そこに座ったらなんか残ってる、ね、すっげー香水臭いここ何、うん、みたいな思う時があるじゃんそれが私はすごく苦手だな、うん、なんか美人さんすっごい綺麗な人で、うん、香水臭かったら身が悲しい気持ちになってすれ違う、うんうん、<laughs> やっぱなんかシャンプーの匂いとか、うん、まあなんか一応香水にも、うん 限度があるしみエの好きな匂いとか嫌いな匂いもあるだろうけどやりすぎって思うのは強いのはやっぱあるねちょっときついねうんいい匂いっていうよりはあうんうんうんみたいな感じになっちゃうそうだねもうそういう人間が私は人のそうこれってさ実際的にやったら人に迷惑になるわけじゃない そうだね、うもう、うバスとかは大変でもう密室で、本当に密室で叫んだりとか、うん、なんか、<laughs> もうカラオケとかならいいんですけどね、それはもう、男女関係なく、人間性だよ、やっぱ、<う>うん、密室で、なんか、人、なんか、自分と関わりない人いるのに、うんうん、なんか、もうめちゃくちゃ叫んで、キーキーする声で叫ぶ人とか、あの、密室で香水吹きまくるやつは、私は苦手だな。うん うん、まあもうそれぐらいにしようか、うん、もう止めようかねはい曲入れるエンディングいくどっちがいいエンディングやりましょうエンディングするまああと7分あるんだけどうん、うん、まあとりあえず今週は何があったかな今週はね今週は,今週は振り返ると月曜日は何の日だっけ月曜日はねいちいち調べるの <laughs> 月曜日は成,成人の日で休みでしたあ、まあ、まあ,まあそうだったねそれや、はいや成人の日で休みで東京にいました私は、うん、こいつは東京に行ってどこに行ったんだっけ池袋 池袋人がたくさんいました電車の乗り換えとか難しかったあやっぱりんかねもう大変だった山手線反対に乗ったんだって乗った山手線って言ったらでもお母さんに言われたんだけど山手線は乗ってたら着くらしい山手線はぐるぐるしてるから着くんだけどそれはやばいでもやっぱ沖縄の交通の不便さを学んだからちょっと感じた やっぱり、ね、だって東京、うん、待ってたらさ2分で来るんだよ地下鉄とか電車何本も時間通りに来るしね時間りにるしはねうちナンチタイムなるものがありまして、はい、バス10分20分,20分2分ぐます、ね、ああるよある10分は やめって思っ思たまあでも車持ちの人も多いからそ,<う>それでじゅ、うん、渋滞っていうか、まあ、渋滞もあるんだよねそう,そ,うそしてさユキこの頃思ったのが沖縄のバスの時刻表ってよく変わりますねうん変わるのね、うん、いつもなんか席のこの前の方に「ダイヤ変わりました,た」変わりましたって書いてあって <laughs> 何回変わんだよって思いながら見てるんだけど、うん、でもそれで。 バスの時間がなくなったりとかするのはちょっと私は登校時間は厳しいからそうだよね、うん、登校時間変えないといけないのかそう登校時間バスが3本だったのが日本に減ったんです、ね、あ減ったの減ったんですよ、ま、きついなもう歩けってことじゃなもうちょっと厳しかったなあれは、うん、他に何か今週あった,あった今週あった12131415あ特に <laughs> あ 自分のお兄ちゃんが成人しましたおめでとう。パラリラはしなかった。パラリアはしてないよ。わかった。ライフフーってやって使わなかった。やってない、やってない。そっか、よかった。捕まる人。が。沖縄の成人式は捕まる人がたくさん出ますね。ニュースでもちょっと。この FM エム座近くのね。通りやばいよね。結構。この辺がね。パラリラするね。そう。そしてね。捕まるで思い出したんだけどね。うん。 うちの中学校は卒業式の夜に捕まる人も多いですねん何するのえっとチャリボーするっつってチャリボーって何ですかチャリチャリンコボーソーえチャリボーっていうのそうなんかすっげー学校の大意味でチャリボーよチャリボーなんか自転車改造して自分たちのいち一代前の先輩なんですけど 自転車改造して、なんか、やるぜっていうのを、何がしたいのか、チェーンメールで回すんですね。うん、チェーンメールチェーンメールで拡散拡散あつって回すんですね。うん、それ、もちろん、先生にも行きますよね。でもね。<laughs> 先生に行くってことは、普通に警察に行きますよね。捕まるんですよ。うん、たくさん。<laughs> しかも、自転車で逃げてるから、絶対逃げきれないじゃないですか。うんうん、ちょっと、ダサい。ね、そう。めっちゃ捕まってましたね。っ、うん。<あ>カッパコ坊主のカッパさん。 小坂から空港までの路線バス楽しかったえ何するんだろう路線バス小坂から空港までの路線バスが楽しかった、うん、景色が楽しいのかなどうなんだろうでもなんか <laughs> 中学校の修学旅行とかのバスって最高に楽しいよねあうち朝からテンションマックスでうちのクラスは <laughs>、うん、でなんかこの何 修学旅行先のバスで何やるとか、うん、カラオケしようぜみたいな話をしてこの音楽流してみんなで歌い出してが6時にき起きてたい <laughs> 辛いな <laughs> でもうちの学校ねびっくりしたのが修学旅行で、うん、あれなんですね集合が3時半だったかなえ3時半朝の3時半とか4時とかそれは歩道じゃない <laughs> あ四4時だったかな時時なでんか あのでも4時に学校をつけってことは4時前に家出るってことじゃないですか、ねうん、で歩道沖縄のなんか歩道対象時間って4時からあとが歩道対象時間じゃないの、うん、けど4時から前に着けってことは歩道対象時間に家から出るってことなんです,、ね、すごい学校だね,ね <laughs> そ<う>ちょっと怖いよ、うん、それで一つ思い出した<ん>東京あれだった歩道時間11時までだったすごいよね、うん、いやなんか地域で違うんじゃないですから うん、だから10時までスカイツリーに行ってた <laughs>、うん、夜からやっぱ違うんだと思って、うん、びっくりした、うん、11時まで出歩いていいんだと思ってコンビニとか行っててねえ怖い怖いわ <laughs> 急なみウさらわれなかった <laughs> うんさらわれてないいるここにいるからここにいるからねさすがにそんなのはないよかなんか電車に乗って思っ電車っていうか東京行ったのは思ったのは、うん、沖縄は素敵。 あのね東京の駅でさなんか何「又丼」「壁ンの変形版みたいなのを変形版みたいなのをチケット売り場の後ろに柱があるんだけどそこでやってるのやってるのやってでか見は見てないけどキスしてたみたいな話を後輩が怒りながら言ってた。そそうれが あ LINE に流れてきてすごい流れてきて超怒ってるなって思いながら LINE を見てました「みー先輩見ました?」とかめっちゃ怒られたなんかみえもえもいやうんうんうんわからないみたいなとりあえずなんかモラルを持ちましょう公共の公共の場ですっていうのはあったないのかなこういうの看板とか作ってもうやめてみたいなやめてまたドンほんとにびっくりした初めて見た ドラマでしかないと思ってたあれははいもうそろそろお別れの時間だねすっごいダラダラ喋ってまたどんやら女子の本音トークやれやってきましたがはい来週はとあれです私とカンタと鈴香いませんグッジョビにいるので会いに来てね入場無料なんで明日いないんですね明日はいる明日じゃねえや来週いないんですねはいではではでお別れです なんていうの何 <laughs> だっけ <laughs> い、はい、今週も。2時までありがとうございました。ありがとうございました。ま,したまた来週。バイバーイ。バイバーイどこに向けて <laughs> どこに向けてのバイバイわからない。皆様に向けてのバイバイ。それでは、バイバてイ。